今新宿区市ヶ谷上空にはですね今にも雨が降りそうな雨雲がありましてもう限界になった雲がポツポツと雨として落ちてくるような気配でありますがそんな中でもとにかくこの野外において私は今日仏教の話第二弾をさせていただきたいと思っています。 あの前回あの、はい、諸行・無盾についてお話ししていただいたんですけど、うんまあ、なんとなく私も、まあ、もちろんねぜ全部を理解できるわけじゃないのであの完全には理解できてはないんですけどなんとなくちょっとお話しされてることは分かったのかなって思ったんですけどなんかまあそれを知っててなんかこう知ってるとなんか徳があるとか、うん、あるとちょっといいかなって思っちゃったんですけどなるほど。 ぜひその話から入りましょう今日話したいのは処方無我というねまたややこしい言葉の概念なんですよ。前回は諸行無常という比較的今言ったのはなじみのある我々にとってのちょっと言葉だったりするじゃない。はい、だけど諸方無我というとポピュラリティないと思うんですそれより。でこっちの話をしたいんだけど今このあなたが質問してくれた諸行無常を知ってて生きる上で何の得があるんだ 徳があればなおさらいいじゃないかということはそのまま諸法無我の話につながると思うんでこれ入り口として、えー、ぜひ使わせてもらいたいと思います一方工藤はどうですか僕も似たような質問にはなるんですけど、はい、諸行無常という教えが常に同じものはないってすべてすべてのものは変化し続けているっていう教えだっていうふうに理解したんですけどそれが。教えていうかもう世の真理です。真理、はい 心理だとすると、その心理を知っていて、日々の生活にどう役立つのかなっていう仕事だったりとかにも、あ,あ、仕事とその教えがどこで活かされるのかっていうシチュエーションが想像できなかったなっていうのがああ言葉は違うけど、二人似てますよね。そうですね。あの何諸行無常をしっかり理解するするのは生きるで何の得があるんだ。諸行無常をしっかり理解して意識することが 果たしてビジネスを含めた日々の生活にどう生かされるのか似てますよね。そうですねじゃあ、まず諸行無常の話からいきましょうかね。あの次回とな,なるべく重ならないように、前後までのあらすじとして短めに言いますけど、まず織田の質問に対して答えると、あの大乗仏教も釈迦の仏教も元々の釈迦の仏教も全く違うこと言ってますけども。 共通して言えることは「諸行無常」という世の真理習いを知って何の徳があるかというその損得を仏教は否定します。うん、損するマイナスであるとか「得する」プラスになるっていうプラスマイナスでもありません。あのいいとか悪いとか損するとか得するとかじゃなくて。 この人間自体も人間は世の中の中にいるので世の中全体もすべてがこの現象世界のすべてが諸行無常であるお釈迦様が悟った35歳で悟った世の真理は不変ですけど真理以外はすべて諸行無常するという真理をまた言ったんですだから すべては移り変わっていくのが諸行無常なので得得するとか損得じゃないんです世の習いは得も損も損しませんできれば世の習いとか世の真理を知っていることが生きる上での苦しみを軽減することになるから僕はしゃべりたいんです。はい、こんなふうに出家もしてない本格的な例えば僕がこの 釈迦の仏教で大変お世話になっている佐々木静香先生っていう方が京都花園大学の教授をしておられますけども僕より年は二つ下ですけど精神年齢は俺の倍ぐらいですよそれで言ったらやっぱり釈迦の仏教をずーっと探求してきた佐々木先生からも聞いていることが加味されますが生きる上で苦しいっていうのが釈迦の真理なんです。生きる上 で人間というのはこれ3つ目になりますから今日の本題じゃないんですけど全部つながっちゃうんですけど人間が生きるととといいうことはとっても苦しいんですそんなことないよっていうのはまた後で話しますけどその苦しみの世人間が生きるという苦しみにおいて全ては移り変わるんだ諸行無常だっていうことを知ってると苦しみが軽減されるよっていうことがあるから言いたいんです。だからすぐビジネスで 知っていることによって何かが諸業無常は生かされるとかそれから知っていることによって日常生生生活で何かかプラスがじじるかって生じないいと思いますビジネスっていうのは損得でやりますし長期的な損得と短期的な損得は大きく違うけれどもだけど短期計画と長期計画が織り成す形で企業も運営されていってるんだろうしねこじつければ釈迦の仏教の教え心理なるものが ビジネスと結びついて広報戦略活動に関わってすべては諸行無常するからこれも本決定案にして仮案と思ってすぐ少しずつ変えていきましょうねすべては諸行無常だからっていうところにこじつければいっぱいためになることはあります。 長期期戦戦略略と短期戦略分けることも全ては諸行無常だから短期も諸行無常長期も中期も諸行無常ってやることも生かされますでも真理だから生かされて当然だけどプラスになるか得になるかビジネスにすぐ反映されて理順を生むかって全く生みませんそういうところの拉違いで釈迦の仏教の諸行無常という世の習いが世の真理はすごく大事だそれは生きる上で人間の苦しみを 軽減することにつながるから、知っといた方がいいよねって話です。はい。はい。処方無我に繋がってる。はい、そうです。で、これはあの。処方無我。の話をしたいんですけど、はい、じゃあ諸行無常の話は終わりねって、そうなんですけども。あの、すべては移りゆくつった諸行無常から。処方無我っていうのは、全部繋がって、一つのことなんですよ。心理としては。ところが。 やっぱり釈迦がすごかったのは2500年前に真理は一つそれを悟ったんだからパンっていう時に人に伝わらません言葉っていうのは区分けする効能とか宿命を持ってるでしょあなたは織田です決して工藤じゃないあなたは工藤です決して織田じゃないからっていうふうに区分けすることで人間は生きてるじゃないですか で言葉も効能があるじゃないですか区分けするから混乱しないじゃないですか私は二人じゃないですよ古たですよって区分けして常識的世界を生きてるじゃないですか。ね、だけど本当は一つなんです諸法無我もそうなんです。本当はは諸,諸行無無常と処方無我っていうのは分けけられないんですけども 言葉として分けた方が伝わるであろうという判断のもとに釈迦は分けてるんで全部つながっちゃってますさあじゃあそこでつながっているという前提の上で諸法無我という言葉を少し解説させていただくとですね、一言で簡単です本当は真理としては自分という存在はいないよと釈迦は説きました本当は自分という設定はないよ今時の言い方したら 人間は皆エゴイスティックに自分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 にとってプラスがあるのかマイナスなのか自分にとって何が生かされるのかこの教えはとか考えるのは当たり前のことでちっとも悪くないけれどもでも真理としては自分自分自分と考えがちなのが世の習いだけども本当はは自分というのはフェイクですもっと難しいことで言うと自分存在私存在というものは幻想と虚構のシステムだと釈迦は言いました。 ここまででいかがでしょう。ものすごく耳に心地よくないと思います。どうでしょう。自分はいないと真理を言っている。ちょっと。ええ、正直わかりづらいです、ね。それはなぜわかりづらいかというと。自分がいるからです。自分が聞いてるから。自分としてはわかりづらいって言っているんです。ね、そうだよね。はい、で、その。自分としてはわかりづらいと正直な感想を述べてくれた。織田の中に、本当は自分はいませんと言っているんです。 工藤どうですかこれままたちちゃんとと説明しますょっと哲学的っぽい問いに入ってきたような感じがするんですけど、はいはい、これまたさっきの質問に戻ってるような感じもしちゃうんですけど世の中的には変人だったりとかちょっと個性的な人だったりした方がキャラが立ってたりした方がいい面もあったりすると思うんですけど自分なんていないっていうのをまた知ってし でそれがどう何て言うんですかね普段にどうどうつながるのっていうのは思っい、うん、というふうにヨネにしわ寄せてどうつながるのよっていう叫んでるのが素直にのの中の自分ですだから自分という主役から2人とも逃れてないから言ってる私も矛盾しますけども自我の強い。うん 自分存在を意識して強く自分自分自分って生きてるエゴイスティックな人間です。あなた方はエゴを連れてきて,て俺は自分でもそう思ってます。仏教の基本は大乗仏教も社会の仏教も基本的に自分の中の悪を認めなさい自分の中の悪を認めるところから善に向かっていくって考え方でもあるんで私は率先して言って免罪しようとは思わないけど自分が喋ってますこうやって言ってるあなた方の中でで今自分が主役で質問して 来てる自分がいないって釈迦は真理を言ったんだよって言いながらお言ってる俺も自分が喋ってるわけですから仮の設定である自分がに語らせてるんです僕はだからここが肝心なんです釈迦は自分なんか本当はいないんだよって言ってるんです幻想と虚構なんだよ本当はって言ってるんですだけど人間が普通にこの世の常識だと思い込んでる間違っている世の中 そして欲望だらけの間違った人間が集結しているこの自分も含めて世の中で間違ったまんま真理ばっかりじゃ生きられないから自分設定ありだしそして自分で生きることもいいんだけれども自分という物語を生ききるのも結構なことだけどもたまには真理に触れておいた方が生きるだから諸行無常と一緒だつ生きる上での苦しみが軽減されるから 知っとくとといいかもよと35で悟りを開いて80で死ぬまでずっと骨敷き今の言葉で言うと表現良くないと言われるかもしれない「骨敷き」のように働きもせずただ瞑想というトレーニングをして自分の中の幻想物語と釈迦が言っている自分を小さくするどんどん滅していくどんどん自我を小さくするあるいは釈迦は悟っているから自我をゼロにする。 完全なフェイクとしししてて飛ばしてしまう,っていう修行をやっている自分の通り生きてくれなんて強いほど思わないので皆さん働いて遊びで垂らしてご飯食べてお金を持ちたいとかいろんな思いでいてくれただ真理に触れといた方が必ず人間は生きる上で苦しみを背負ってしまうからその時の苦しみを軽くするためにこの真理の話を聞いてほしい聞いてくれる人は聞いてください。その代わり余りもももんんとかか腐ったもんでもいいから 生きて説教するための糧としてつなぎとしての食い物ちょうだいっつって宅発してらって腐ったものとか古いものとかあまりも食べてもう全くの、えー、もっといいもの食べたいおいしいもの食べたいっていうのをなくしながら身本例として真理の身本例として釈迦は生き方を見せつけただけでその通り生きろとは全く言ってません。でももう一回戻りますけど何にも急に急無我の 真理をなんとなく分かった気になったとしてもそれが日常の中で生かされてとっても前向きな自分になりましたってことじゃないです。そもそも仏教っていうのは今自分がこの前も言ったと思うけど自分がとっても幸せって思ってる人には必要ないんです。この前も言ったことと同じですやっぱり人生で悩んだり苦しんだりどうしよう死にたいとか落ち込まれちゃったとか冗談じゃないこの世の中とかいろんな思いを少なからず抱えてる人にはヒットする。 考え方ですよ、世の真理ですよっていうだけであって、よりよくハッピーになるための教えではありません。それを踏まえた上で処方無害でもう一回戻りますけど、自分というのは本当はいない。でも、幻想であれ、物語であれ、自分というものを設定して生きていかなきゃいけないのが社会的な動物、人間だよねってことなんです。ここからもうちょっと進めちゃっていいですかはい、大丈夫です。えっとね、例えば、 記憶と自我の話、本当は釈迦はいないと心理を言っている記憶と自我の話記憶と自分なんですけどまあみんなこの3人は彼女うここは共通するだろうと思うんだけど朝起きてぼーっとしてたねマナコと表情で洗面台行って鏡に映ってる自分を見た時に自分だってわかるよね。ほ、はいそれで釈迦は自分なんていないって言けど自分の顔が映ってるよね僕はマナコが。ってね晴れぼったい名して寝起きだから映ってる。 自分だって記憶が作動すするじゃないですかもし記憶が健忘症の方には申し訳ないけど症とか一時的な記憶喪失になれば鏡に映った人を「どなた様ですか?」って言うかもしれないでしょ、ねはい、だけどそう言わずに「あ自分だ」ってって歯磨き出したりするっていうこの自分を支えてるのは記憶なんですよ。一本化して織田も工藤も俺も全然生まれてこの方陽明から違う名前になったとかさ。ね そんんななななこととくて相撲取りににったたでしこなに変わりましたとかないよねみんな同じ名前で生きてるから自分の凍結した変更してない名前の記憶とともにあ俺も鏡に映ったら古舘一郎が今鏡に映っている自分の顔だっていうふうに自我を支えるのは記憶なんですよ。ところが記憶っていうのも本当は自分で作っていくでしょう改ざんしていくでしょう記憶の二重帳簿があるでしょう。どんどんん変わってきます だから10年前にこんなことあったねって記憶も友達と話してても食い違うんです記憶もおぼろげなんです記憶も自分流の自分という主役自我が登場すると自分流に都合のいい記憶を作ってしまいますで、自我っていう事態も記憶が支えてくれながら自我っていうものもどんどん気がつくとエゴイスティックに膨らんでいくだから社会は自我を捨てて自分なんかいないっていう人間になれとは言ってませんもう一回言いますけど自我を小さくしておいた方が苦しもその分低下していくんだよ 自我がどん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 肥大するとどうなるかっていう典型例を言いますと自我がどんどん膨らむとエゴが強くなりますだから自分がちょっとでも悩んだり自分の思い通りにちょっとでもならなかった瞬間に自我が怒り出します悲しみ出します苦しみ出します何でこんな思い通りにならないの 自我に目覚めて自我が強くなった子供たちみんな言いませんか何、2歳児でも3歳児でも、なんでそういうにママは言うのとか、どうしてそうなのって泣きわめいて自我の大前提するじゃないですか。自我の成長過程にある時には必要なことだし、成長痛だし、あっていいと思うんですよ。でも立派な大人になって社会生活を営んでいくっていう成長過程じゃなくなった人間が同じように自我がどんどん肥大していくと苦しみが嫌ましていっぱいやってきちゃうんですよ そうじゃなくても肉体的な病における痛みっていう苦しみに関しては取りようがないわけじゃない生理的な肉体的な痛みっていうのはでも心の中の痛みとか苦しみとかそういうことに関しては自我を小さくしていると悩む主体である自分が小さくなってますから悩みも相対的にちっちゃくなるっていう教えの一つなんですだから本当は処方っていうのは諸々の法律の方ですから諸々の法律イコール諸々のろの 世のシステム世の法則は本当は我はいない無我なんだよ。あの西洋哲学の近代西洋哲学の父と言われるデカルトの「我思うゆえに我あり」っていうのはある意味自我の思想ですこの自我がさっきも出たように自我が個性とか個性的な人間とか無理やりでもキャラを作っていくとかそうやって自分を固めて作っていくっていう自我の思想に対して。 自我の思想も結構なことで生きる意味ではだけど言葉で分けてるだけでそんな矛盾はしないと僕は思ってるんですけど言葉で言えば全く正反対にする釈迦が唱えた無我の思想というのは自我の思想の反対に言葉的に見れば意味的に見ればこっち側にいますだから本当は僕は都合のいい分かりやすい言い方したら自我を生きるんですデカルトさんの言った通り我々は自我の物語人生というもしかしたら架空かもしれないこの物語を生きていかなきゃいけない 記憶が支えてててもらっっ自我を持ってしかし本当の口に苦い耳にこちよくない心理はあられもない真理は無我の思想である自分なんて存在しないんであるっていうことなんですでこの無我の思想を少しでも分かってくると死の苦しみも軽減それはそうですよねなんかインチキセミナーの講師みたいになっちゃってくる本当にそうですよ。 これは僕が言ってることだったら信用しなくて結構ですよ皆さん。そうじゃなくて、釈迦が言ってずっとそれを研究している人たちが釈迦の思想をざーっと埋めてってね、いろんなことの経典の発見も含めて今日2500年の時代の荒波にもまれて現れて今の釈迦の哲学があります。釈迦の仏教という哲学っぽい教えがありますので、 そういう意味では僕は信用しなくて結構だし自我の塊でひどいもんで矛盾をはらんで喋ってますけど処方無我という概念や意味をちょっとでもかじっておくと悩みに直面した時に強いですそういう意味では諸行無常と一対の裏表の話になっているかなって感じがしまするでもう一つ、えー、ちょもうちょっと自我が強いんで言わせてもらってその後にそれでもわかんないよバカっていうのをちょっと質問を受けられたらありがたいんだけど えー、もう一つは言うのはじゃあ釈,釈迦のお弟子さんはね仮ですよ大ざっぱに言うと「釈迦という先生、えー、本当に、あのー、指導者様よと」と、えー「自分というのは本当はいないんだ分かりました修行の過程にあるんでまだ自分がいっぱいいます」と「じゃあこれ何ですかここに存在してる実存としての私は」と「これ私だと思ってます」って言った時釈迦はもうきっぱりと言うんですよ。強いて言うならばそこに存在してるあなた 一個体という存在しているものを強いて言うならばあなたなる仮想のものを想定しているところに集まってきたあなたを構成しているさまざまな構成要素の緩やかな集合体を強いて言えば自分というあなたというつったんです。つまりその人が思っている私だって言ったんですよ。 この緩やかなとか強いて言えばっていうところにミソがあると僕は思ってます。これは佐々木先生から、ね、の表現をそのまんま頂い,いて勝手に僕が緩やかなとか強いてっていうところに着目してるんですけどもこの強いて言うならばっていうのは何で強いて言うならばうんあなたあなたがあなたと思い込んでるものはねあなたを構成している構成要素の集合体だよって言っちゃえばいいのに何でなんで？ 釈迦ほどの人がですよ僕が思ってる社会ほどの人が「強いて言うならばね」ってニュアンスを前置きしたかと僕なりの解釈はそれは自分っていうあなたという一個体の設定すらも境界線がなくて曖昧だからです皮膚の外は自分皮膚の内側が自分っていうのを解釈するのは自分であってじゃあ例えば肺の中に入っている空気これ全部吐き出したとしても残存してます空気がねじゃあそれは自分の織田の体内に肺に残っている空気は どんなに吐き切ったと思っていても残ってます生きるものってのは有機体ですから、はい、で、この入んなかったの空気は自分ですか自分じゃないですか別物ですか自分のうちですか正解なんかないからい世の中正解不正解で A か B かって決めるのがいけない、うん、A でもあるかもしれないし B でもあるかもしれないけど C って言うと C っていうのないっていうのが仏教ですから、うん、正解か不正解かな善か悪かなんもないあなたはどう思うって聞いてる 自分は,はい、の中に残ってる時は自分なのかな、はい。で、外に出たら自分じゃない。自分じゃない。はい、そう、商業無常ってんですね、これ。うん、だって自分の中に残ってたものは結果出ていっちゃう。新たなフレッシュな空気が入ってきちゃう。入れ替わりますよね、どっかで。はい、ね、必ず箱根駅伝みたいなもんで正月の必ず空気も入れ替わる。外に出た時にもう自分じゃなくなりました。まだ残存して身の内に入っている時は自分だっていうね、本当に。 普通に言ってくれたじゃん。はい、ありがたい。本当に感謝します。で、思ってるのは誰ですか。身の内にある時は自分です。外に出たら自分じゃありません。他者ですって思ってるのは誰ですか。自分です、ね。そうなんですよ。だから、自分の境界線が曖昧なんです。本当にそこがややこしいって思われたら、それでおしまいなんだけど、それでもなお言いたいんですよ。あの、今は空気だ、水だ、水分だっていう話をしましたけど。例えば。 いやー古田町お、まあおかしいよと小田がねあの男の名前も関係ねえとおかしいよと、あのー、私はいるよっていう場合になんで自分っていう存在が失火と脳科学的に言大脳皮質の新皮質の前頭葉前頭前野に自我の中枢があるかななんて話もあるけども、まあ、頭の中に自我が設定されてるとするれてされてるよね。 自が一旦飛ぶでしょで、ね、無意識脳だけが不随遺品でずっと動いて、はい、生命活動をさせてもらっているにもかかわらず自分はいったん熟睡したら消えるでしょ、はい、朝起きたら自分の意識が戻って洗面台の鏡に移したら自分がまた戻ってくるでしょ。はい、それで言うと自自分分がががとあななならなんで足が痛いの自分が止めないの止め今もうこんな夜遅くなって疲れたなーっていう自分を止めないの。なんで工藤はあの くしゃみを自分存在がしっかりとああななら、生理現象であるくしゃみや咳を止めないの自分が一局プーチンやトルコ共和国の,あのエルドアン大統領みたいな独裁者だったら全部支配すればいいじゃん自分を自分がだって織田の足の指はそれ自分の指だと認識してるでしょ、はい、で工藤の右カイナの小指は自分の小指っていうふうに常識的にはなってますね僕も全く同じですよ はい、自分の指なんですよ。ね自分の心臓だと思ってるんですよ。はい、でも全く心臓も指も足の指も自分の思い通りにならないよね。因果の法則でたまたま原因があって血管があってここにぶつけて僕が僕が左足の小指を何年か前に折ったことあるけどアクシデントで全然自分の思い通りにならなかった。自分がいるなら中央集権でもうちょっと上からの指令で痛みを止めてもいいんじゃないこれはどうですか これはあの一つの根拠になるんですよ。自分があやふやだ。だから、釈迦も曖昧な頭をつけたんですね。強いて言うならば、自分とは何かってことに関して強いて言うならば。と僕はそう解釈してですどうするだって自分の肉体だ、自分の手足だ、自分だ、自分だ、自分だって言うんだったら、自分がくしゃみもげっぷも、しゃっくりも、どっか部位の痛みも、自分で止めたらどうですか全然自分じゃないと思ってるんですよ。僕は頭の中の自分以外は。 仏教でこれを借り物と言ったり自分のものじゃありません肉衣ですと借り衣ですと生きる上でのとか言ったりいろいろあるんだけどちょっと面倒くさいんだけど俺は自分自分で生きてるくせにだよ生きてるくせに何かくしゃみしたり何か足が痛かったりするだけでああやっぱ自分のもんじゃない時折そう思えるっていうだけ時より何で笑った時よりそう思うだけでまた自分中に戻るでも時折一回一回大変そうだなって今なんとなく思ってしまって大変じゃないそれは癖だから癖だから。癖だから で釈迦がそう言ってるからあの35歳で悟った瞬間私が死ぬまでずっと悟ってるわけじゃない常に悪魔が囁ささくっつってるんですよつまりやっぱり釈迦の中にも自我がすぐ油断ならず出てくるからそのたんびそれと心の中でできれば瞑想した方がいいんだけど心の中で退治しなさいっって言僕は実況あなたっていうことがあなた方よりアドバンテージがあるかもしれない申し訳ないけど本当は平等だと思うけど強いて言うなら俺の実況あなたから発話しなくても 心の中で痛い。これ本当に自分がいるんであれば、この痛さを止めることができるのに一切制御できません。この指は本当は自分の中の常識で私だと思って、私の指と思っていても結構なことでありますが、真理としては私の指でも何でもありません。これは誰のものでもありません。自然の産物にすぎませんというふうにいつも思っている。大変ですねって笑われちゃえばその通り。ぜひ笑ってください。俺本当にいつもそう。そうじゃないと時折真理という、口に苦いリゾート地に行けんのよ。この 二人はまだ若いから存分に何十年もいけると思うけどもう70の声聞いてくると申し訳ないけどじゃあお前だけで自分に語れって言われちゃうんだけど苦しみは嫌ますわ体力は落ちてきてね若い時は苦しみの裏側にある喜びだけを喜びと思ってたけど苦しみなくして喜びないのでこの年になって仏教に触れてわかんない喜びなくして苦しみはないんですよ苦しみってのは仏教的に言うと釈迦仏教的に言うと喜びっていうのは苦しみの1ページ目なんですよ 本でで言えば苦しみの目次なんですよだから喜んじゃったらその快感にむせんならもっと喜ぼうと思うことが苦しみだってことなんです。でもう一回戻りますけど「強いて言るなら」っていうのはさっき言いました「言うなら一、えー、個体を構成しているであろう構成要素の緩やかな集合体をあなたと言う」って言ったってその緩やかに込められた意味なんですけども。 我々は諸行無常してるから緩やかにさっき言ったように空気出てきちゃいますから緩やかに水分も汗として出ちゃいますからまた新たな別物であるポカリスエットを飲むわけですから水分を。ということでいつも諸行無常して入れ代わってるでしょだから緩やかな集合体に過ぎないんですよ。 カチッとした自分の集合体なんてどこにもない。この緩やかな死んだり生きたり細胞がしてるっていうことを2500年前、釈迦は自分の内的世界を旅して真理、真実を悟ったのであって、今の科学と釈迦の仏教が歩み寄りつつあるんだよっていう傾向を前回も今回も言わせてもらうのは、科学がそれを証明したでしょ。つい最近。本当に2500年のスパンで見たらつい最近じゃないですか。ね。 人間といその細胞がしゃべ,しゃべってるそ,そ,そばから諸行を無常して僕の細胞が死んでって新たな細胞がね生成滅滅してるから私は変化しながら生か,生かされてるわけだ。だから生きると死ぬっていうことを生と死っていうことも本当は言葉で分かつけども釈迦の真理で言えば。 生じ一年をつって生きることは死ぬことであり死ぬことはまた生まれ変わって生き続けてしまうことなので一つことなんですね。でそれと同じでその科学で37兆個で1個体の人間ができてるってことが分かってきたんで生き死に繰り返してますけど血液もどんどん入れ替わってますけどだからこう細胞や血液の入れ替わりをワンクールツークールって医学用語がテレビ業界に持ち,、ね、持ち込まれてワンクールで見るとツークールで数字がいいだ悪いだって延々言ってるわけでまあそれはそれとして。 とにかく、えー、細胞という存在に科学が、えー、到達したそれからものすごいおびただしい10億以上とも言われる遺伝情報という情報ねこの情報が行く DNA 二重らせんディオキシリボ核酸この染色体にだーっと塩基配列で並んでいる遺伝子これはどんどん乗り移ってきますよね。もしし生殖行為をして 結婚しようがしまいが生命体をどんどん生んでいけばどんどんそういうふうになっていくだからそういうヒトゲノム計画とか遺伝子の仕業によってかなりの部分がのウェイトが人間は自分の個性とか肉体における個性とかそういうものを形作ってる。でも肉体も諸行無常心持ち性格というものも諸行無常で変わると言ってるわけですけどそういう科学で 発見された様々なことが分かってきたんで釈迦の言うことが再評価されているところがありますだから科学で何も分かってないときに揺れやかな集合体を1個体と言ってたってよく分かんないさっき言ったように哲学と一緒でしょみたいな話に戻るんですねそういう意味では釈迦は内的世界を旅したことによって悟ってしまったから今で言えば科学的なことが言えている で科学は外のこの現象世界を疑って何回も実験して運動法則同じことが繰り返されるってことを見極めて物的証拠や状況証拠を揃えて仮説が本流になり科学で分かったこと人ゲノム計画科学で分かったこと37兆個で1個体の細胞が平均ですっていうこれが正しい正解っていうそっちの方だと思うから 初めて政界側から見た時釈迦の言ってることと一緒じゃんってことになったということでもう一度戻りますけどもなぜ処方無我ということをとりわけ私が言いたいという自我があるかというと自我だけに凝り固まっていくと本当につらいよと。俺もその一つの例だけどつらいよと。だから時折真理の浜辺にちょっとお散歩に行くっていうスタンス持ってた方がいいよっていうのを本当に おせっかいでこの野郎この自我が強いなてめえはって言われる僕の伝えたいことなんですよ。でもう一つだけちょびっと言うと自我が膨らんでいくと国家とイコールになります。でこれは左翼右翼真ん中リベラル保守いろんな言い方あります。今ど左翼も右翼もねえやってのも事実だと思います。だけけどやっぱりりいいろろんななととこかからお叱り受けるかもしれないが釈迦仏教的に言うと 自我が肥大していくと国家とイコールになります国家という集合体と自我自分というのがイコールになります質量がそうなると国家は自分だから国家のために私は死ねる自我は死ねるとい思えるわけですそして、えー、自分のために国家が存在してくれてるがイスカレートして国家イコール自分なので国家のために戦争で戦で死ねるということになるんです僕はそういう考え方には組みしないんです そういう考えの方がいらっしゃって多様性でいいんだけど僕はそういう考え方ではなくてやっぱり国国国民ののたためめにに家家ががあるるんであって国家のために人間がいるとも,思えないんです、ね、もう一回言いますけど自我が肥大すると自我イコール国家まで自我が膨らんできますので今みたいに戦争になるのが嫌だなというのも私の事実です。 でこの処方無我を悟ると人は生まれ変わっていかないこの苦しんでるようなサイクルから抜け出れるってこれは難しいっていうかまた長くなるんでまたいつか機会があればってことにしますけど僕はその処方無我の悪用をしたとすると悪用になっちゃうかもしれないんですけどそれは自我があるから悪用しようとするんで処方無我自分なんていないって思った時に例えば僕が何かヘマをして。 えじゃあ古谷さんに怒られたとします普通だったら怒られてああ僕がこうこうこうしちゃったからダメだったんだああってなると思うんですけど自分なんていないって思うと、まあ、怒られてる怒られてる僕がいないですよねっていういい、ね、主体が、うんうん、開き直り方もできちゃうと思うんですけど、うん、ある種無責任にもなっていいってことですか いいや違いますそれは言葉は一緒だけどとりあえず仕分けする区分けするって言ったけどそれと若干矛盾に聞えてしまうやもしれないけどもそれはあの無我の状態で聞いて開き直ってんじゃないからですそれは強いて言うなら言葉で言うのは妨がです我を忘れる状態に自分を周りのコン,コントロールしたってことです。それれはは違うんですねがどう違い,ますってがっていうのは我を忘れる意図的にも 僕は意図的かもしれないし意図的じゃない部分も含めて無意識と意識両方かもしれないけどだいぶ何年も前にハロウィンパーティー前のハロウィン前の、えー、浦安のディズニーランド行ってボーガの境地になりましたもう子供になりましたもんハロウィーンくんなでっかいミキの帽子かぶってばっか丸出しで楽しんでチュロス3本食ってこれは無我じゃありません自我が意図的に考えてボーガに持ってきました、うん 発行きの列車ですだからうるせえこと古たちがくつかずつくダメ出し,してうるせえこと説教しやがってパワハラだこの野郎と冗談じゃねえと自我が受け止めて当たり前だと思いますけど自我が受け止めてここは妨害っていうふうに自分をマインドコントロールすれば俺今我忘れてるんで俺じゃないんで一般論として聞いておきますねって言ってられるから楽ですよ。それはいいとも思うけど妨害です。妨害もありだと思う。 たそれはでもあ,のあれたちがさっき言ってたあの<え>苦しみが小さくなるっていう話をされてたじゃないですか、うんうん、自分がないって思えば、うん、苦しむっていうのも小さくなるっていうのとはまた違うんですか、ね、違いますあのだってそれはあのそれこそ商業無常で言えば猛スピードの商業無常の方で分かりやすく言えば、うん、うるせえことふたさが言ってる、ね、これ妨害でも無我でもいいやととりあえず自我発でも結構なことだと。 とりあえず自分がいなければ自分がいないところに向かってんだから自分いないんで何とも思いませんがって自我が言ってるのはその時の交わし方のテクです。本当の人生の苦しみでも何でもありませんそんな瞬発的なことそれが一日5時間6時間10年続いたら人生の苦しみそのものです。肉体背負ってここが痛い肩が痛いもう70の子いといろいろあります私も。 ね。人間ドックでも引っかかるところが多々あります。当たり前だ内臓機能だって。それは全て僕は、あの、ネガティブじゃなく苦しみだと思います。だけど、うるせえ上司にギャーギャー言われてるって瞬発的なことは苦しいし、嬉しくてもなんともなくて痛いことだとは重々わかりますけど、それは永続的にずーっと振り積もれば苦しみになりますけど、まだ苦しみ夜明け前です。嫌なこと、ストレスレベルです。フラストレーションレベルです。 だから、それはボーガで交わすことはできるよ。だから、酒飲むんです。で、ボーガに近い、ボーガの岸辺行くんですよ。ぱらって、僕もそうです。酒飲むんです。酒もタバコもすべからくドラッグという講義的な。捉え方すれば、ドラッグはボーガ生かしてくれるじゃないですか。言い悪い、別に、人に迷惑かけるけど。ね、だから、そういう意味では、ボーガはありだと思いますけれども。その、今の織田の質問にもう一回戻らせてもらえば。 それはあの苦しみのうちに入りません。もっと釈迦が言ってるのは。本当に人生というのは生きる上で悩みます。なんで悩むんだって自我があるから悩むんです。でこれを突き詰めていくとって話は。さっきからお前人生は苦しみだ一辺倒だなっていう話は。三つ目の哲理真理。また言葉で区分けして共通しますけど。これは一切かいくって言葉を釈迦は説いたんです。うん 諸行無常まあ順番を123で振るのもナンセンスですけどまず諸行無常この世は人間も含めて全部この世は諸行無常この現実世界それから第二にそれをもうちょっと分け入ると自分の内的世界にあると諸法は無我ですよ本当はいないんですよいると思って生きざるを得ないのは分かりますが、といったそして三つ目には人間が生きると上に,上において自我がつきまとうんであればすべて 生きるということは苦しみだつこの「苦しみ」としか日本語で訳せないので全部苦しみじゃねえよって話あるし、ね、これ全部楽しいことも嬉しいこともあるじゃないおいしいこともあるじゃない風がそよいと気持ちいいこともあるじゃないそんなの苦しみってよくネガティブで言いますねっていう表情されてるかもしれないしね棒がしなきゃいけない上司の古たちにギャーギャー言われてるのは 苦しみでもあるだろうっていうのも、まだ根本解決何もしてないと思うんですよ。はい、だって苦しみが喜びではないんだから、少なく。で,で、その苦しみとはなんぞやったら、一切回復と釈迦が三つ目に唱えた言葉。うん、これを次回機会があれば、説明したい。うん、はい。はい。あと、あえてなんか質問のな,なんか、いくらでも、うん。瞬発的な苦しみは。救いはないってことですか。いうと、妨害というテクニック、うん、もろもろ諸テクニックで言ったら。 楽にな,なりますよってこと仏教はもっと本質的な深い苦しみについて言ってますよと苦しみは苦しみですそしてそれをカーステクは何も傍がの境地だけじゃなくていろんなやり方があるでしょそこは僕の範疇外で仏教からちょっと違うかもしれないんでいろんな教えを参考にしてもらえばいいんでメンタリストに聞いてもいいしだけど僕は釈迦の仏教だけに絞って言えば 苦しみだというのはその通りだと思うけど釈迦が言っっている苦しみはもとと深いところです。釈迦の仏教が特段強く自我を低下させると苦しみは軽減していく苦しみのもとには煩悩がある煩悩の根っこの根っこ欲望や煩悩や割愛いろんなものの根本に何があるかっていうと自我があるんであり豪があるんでカルマとも言いますけど業があるんであり。 そこの根っこからいろんな煩悩や活躍や執着はいろんなものがぶわっと感情の発露が出てきますよねって言ってるその根っこが苦しいって言ってるんで深い部分の話だと捉えてもらえるさっきのも苦しみであることは間違いないですはいちょっとあバカみたいな質問かもしれないですけどいやいやそれが必要だって僕は非常識なこと言ってるんだからここお話ししていただくときに、はいあの まあ古田さんがよく言われるその自我が強いんでもう一個話させてくださいみたいなその自我が強いって話をするんですけどこの釈迦の教えは自我ででははないんですかその釈迦は自我が強く強いのかなってちょっと思っちゃったんですけど全く強くないですゼロですあの何回も繰り返し自我が出てくるんです釈迦とて人間だからそれは大乗仏教みたいに仏として釈迦を崇め立てまつってませんので、うん、釈迦が生きてる時は釈迦仏教は、はい、自分はただの人間つって,言って、うん、ただ 普通の人間と違うのは自我を一旦菩提寺の下で捨てきってゼロにできたという得意存在としての人間です。だから釈迦はそこを自覚したってことは少なくとも永久保証的に自我ゼロで80まで生きたなんて強いほど思いません人間だからだけど釈迦は自我で真理を語ってはいません悟った時はゼロ僕はある種仮死状態だったんじゃないかと思ってますガリガリで死ぬ寸前でそして人心地ついて 悟ったわけなので,の下でだから釈迦は一度自我ゼロっていう自分がなくなった状態でこの世や人間の苦しみやその真理を眺めてしまった人なんです。だから悟った。この世を生きるということは苦しいと悟った人なので釈迦は自我では語っていません。えー、釈迦ののことを語ってる私はエセなので 自我がたんまりあって語ってるから時折ダメな言い訳をしてしまうエクスキューズをしてしまうんだって社迦も同じように熱弁を振るったとしたら自我のの発露じゃないいですかってては違うと言わせてくださいそれはゼロの状態を経験した人が語ることなんで分かる人には分かってもらえればいいけどなっつって語ってますから。 だから馴染みの薄い人からうーわーそれが真理だねその通りは生きられないけどねという人にいろいろ分かれていくだけなんですよ僕は自我で語っています釈迦は自我を一度一度は少なくともゼロにして瞑想とかトレーニングをに励むことでゼロ状態を長く続けた人ですだからみんなが素直に聞けたんですこれが、 自我で喋ってたらそれはあんた処方自我じゃねえかとなっちゃうんです、はいはい、そうではない本当はないで私は人間だから私も虚構の自我をかりそめに持ってるという自覚のもとに食べるものを摂取して排泄してみんなに真理を伝えるんでもうすでにこの生きとし生けるものの行為摂取排泄をやってる段階で私は自我ゼロではないってことを社会は認めてますその上で 私の口を借りて真理を言いますね経験してしまったんで自我ゼロって言ってるんです極論すると体験談を言い続けましたありがとうございますはい。